アポロソユーズテスト計画とはアメリカ合衆国とソビエト連邦の宇宙船が共同飛行した最初の宇宙計画である。1972年5月に上院され、1975年7月に行われた。アメリカにとってはこれがアポロ宇宙船を使用した最後のフライトであり、1981年4月に スペースシャトル1号機が発射されるまで、有人宇宙飛行は行われなかった。二つの超大国が共同して一つのプロジェクトを実行するアストップは、デタントの象徴であり、熾烈を極めた宇宙開発競争の終わりを告げるものであった。この計画は、1972年5月に調印された。宇宙空間平和利用のための協力に関する、 ベース応描きに基づいて計画されたという背景があり、主目的は将来のベースを宇宙船のドッキングシステムを研究することにあった。1975年7月15日に2人乗りのソ連のソユーズ宇宙船19号が打ち上げられ、その7時間半後に3人の飛行士を乗せたアメリカのアポロ宇宙船18号が打ち上げられた。両宇宙船は 7月17日に地球を周回する、軌道上でドッキングした。2つの宇宙船は44時間にわたってドッキングし、その間、両船の表敬訪問や旗の交換、食事会、宣言書への署名などのセレモニーが行われた。当初の計画では、宇宙でのべその宇宙飛行士による最初の握手は英国西海岸のボグナーレギス上空で行われる予定だったが、 スケジュールの遅延により実際にはフランスのメス上空で行われた。アメリカ側の搭乗員のスタッフフォードは強いオクラホマなマリでロシア語を話したため、ソレ側のレオノフ船長はこの船では3つの言語が使用されている。ロシア語と英語ともう一つはオクラホマスキーだなどとジョークを飛ばした。ドッキングを切り離した後はソユーズが地球アポロがガツになり、 アポロの船体で太陽を隠す人工日食の実験が行われ、太陽のコロナが撮影された。共同作業は7月19日にすべて終了し、ソユーズ宇宙船19号は7月21日、アポロ宇宙船18号は7月24日に地球へ帰還した。計画を通じて唯一の失敗は帰還の準備の際にアメリカ側の乗組員が操作を誤り、 有毒ガスが船内に充満してしまったことであった。ブランド飛行士が意識を失い、スレートン飛行士が吐き気を訴えた。治療のため、3人の飛行士は帰還後ハワイのホノルルの病院に2週間入院した。当時は、米ソの一時的な緊張緩和の時期を迎えており、莫大な費用がかかる宇宙開発は今後国際共同開発で行うべきだとの世論もあり。 米ソ両国の利害が一致した。一方で、アポロ13号船長のジムラベルや、航空評論家のサヌキまた男のように、米ソの緊張緩和には役立ったかもしれないが、技術的にはほとんど意味がないという評価もある。しかし、この時、米ソ両国の宇宙船をドッキングするために、開発された様々な技術は、後にスペースシャトルがミールにドッキングしたり、 後の ISS を建造するなどのミッションにおいて活かされることになった。内は、今回を含めての宇宙飛行回数内は、今回を含めての宇宙飛行回数、重量、最低軌道高度、最高軌道高度、軌道角度、ドッキング。ありがとうございます。